みんな昔からの友達なんだ。だから一緒にいたいんだよ。違う。操られてる。姫野にはわからないだろう。姫野様、バグナラクが現れました。さあ来い、おーよ、ジェラミーよ。さっさと出てこないと殺し尽くしてしまうわい。あはははははは。15年前、クモ男さんは展示されていました。は？おっと。田舎の洞窟で発見されて、腐らない死体だって言って、ちょっとした名物になっていたみたいですよ。まさか、寝ていたのか。2000年生きてるんだ。昼寝のつもりが1年経ってたなんて、ザラさ。姫野には何て言った？行間を読めと言ったら、勝手に犯人扱いされてね。実は寝てましたなんて行間、読めるわけない。どうしてこうもややこしく。ああ！言いがかりをつけられたのはこっちなんだがね。セミのシュゴットと仲良くしてただけで。それは神の怒りの象徴だ。突然現れた無数のシュゴットが。何もかも壊した。姫野の両親は、自ら救命の陣頭指揮を取った。救われた命も多かったが、犠牲も多く、王と王妃も例外ではなかった。ええ、逃げなさい。あ、はい。妨害武装！ふん！いや！ドカーン！ドーン！ドーン！そして娘である姫野が女王に即位。まだ子供だった。お早く！は、はい！ふぅ！せい！ふぅ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 ！いえ！他の王たちも、私も似たようなものだ。誰もが無理にでも王になるしかなかった。それが神の怒りだ。行間を読めなかったのは俺の方か。理解しておけ。お前は無知を盾に姫野の傷をもてあそんだ。和解の仲裁を頼みたい。ごめんなさいで済む相手ではない。情報を出す。モフンって知ってるかい？いえ、さっさと吐け。チョコ材の雑魚が、ほ、ほ、おお、と、うわ、はあ、うわ、く、は、ちょ、おお、しゃお、ボコン、うわ、弱い、ふん、若い若い。うん、プシュッ、若くして女王である意味がわからないよね。うん、うわっ、えぇ、いや、プシュッ、いや、行くとセブリに血が湧くわ。うん、
へえ、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 ドーン。私は強く、美しい。ぬ、はあ、ちれ、美しい。おお、シャオ、うわ。なんと水長剣奥義、飛翔迫雷。お、うわ。はっ、うわ。医療チームは怪我人の救護。姫野様。姫野。ジェラミーを探す。手伝いなさい。貴様、己を見失ってるな。どこが？ジェラミーに会えばはっきりすんだろう。イシャバーナの回線に勝ち込み頼むわ。最新話まで全話見るなら再現戦隊ブンドドジャー。それもだが東映特撮ファンクラブテラサで。今日の放送をもう一度見るなら再現戦隊ブンドドジャーで。あとアメバ TVer で。あ、見ていただきたい。毎週再現作るの頑張ってるから、こっちも見てね。